まだ死んでもらっちゃ困るな。俺たち歴代スーパー戦隊の思いを伝えよう。この星の生きとし生けるもの全てを守り、その命を未来へとつなげてほしい。頼んだぞ、命のヒーローたち。地球の未来をつなぎ止めてくれ。なんかすごく逆に新鮮で、なんか本当になんか、あ、もうちょっと帰ってきたって今おっしゃられたんですけど、なんかただいまって言っていいのかなとかいろんな自分の中に思いが去来しますけど、もう何十年も経ってますからね。でもまたこうやって声をかけていただくっていうのはすごくありがたいことだなと思います。はい、いやもう今回の諸先輩方がこう築かれてきた、まあ、スーパー戦隊のレッドの中で唯一僕がこうアフレコに参加、声だけなんですけどね、こう参加できたっていうのはものすごくその誇りに思わなきゃいけないなとは思ってますね。はい、ありがたいです。いやもうそんな条件とかっていうのじゃなくて、すごくそのやっぱりヒーローっていうのはその見てる人たちに勇気感動ってよく言いますけど、本当にそうだなって思う。やっぱりその番組を見て子供たちが物の大切さとか人に対しての思いやりとか、そういうのがどん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 こう分かって成長していってくれて、それが大人になった時に、あの番組ってよかったなって思ってもらえるようになるのが僕はそのヒーローっていうか、まあ、演じ手の宿命なのかなとは思ってますけど、はい、まあ中のストーリーもさることながら、頂上戦隊連盟レッドファルコンが帰ってきたと、自分が声やってますんでそこ注目していただきたいなと思ってますけれども、はい、あとはやっぱり会場に行って皆さんで熱い思いを感じていただけたらありがたいなと思ってます。